こんにちは、ドラマードラム講師の西川圭介です。動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、リサ、ホムラが出るよね。なんかね、炎って書いてる、多分僕ホムラだと思うんですけど、ホムラですよね、ホムラ大丈夫ですよねの、1番のサビの部分ですね。こちらを解説していきたいと思います。鬼滅がすごいブームじゃないですか。まあね、僕もね、無限列車編見に行ったんですけど、鬼滅の刃僕はアニメで見てて、で、まあ映画もこりゃ見に行かなあかんなというので、まあ見に行ったんですけど、まあ、ね、もうボロ泣きでしたね。でね、僕と一緒に、もう一人ね、友達見に行ったんですけど、もうそいつが、全然泣いてなくて、もうこいつ鬼かって思いましたけどね。まあそんなんいいですね。はい、行きましょうか。というわけで1番サビ部分解説していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、この曲ですね、テンポが、76ぐらいですね、となっております。まあ比較的、ゆっくりめのバラードなんですけれども、なんかね、パッと見簡単そうに見えるというか、すごいシンプルに見えるんですけど、しっかりそのメロディーと乗っかってるところで、シンコペーションしてる部分、足が食ってる部分っていうのがあるので、そこをしっかり押さえていく必要があります。なので、ただ8ビートをずっと叩いてるだけじゃ、なかなかね、なんかおかしいなっていうか、曲に乗っからない感じになってしまうので、その部分ですね、歌詞とリンクさせながら、しっかり覚えていきましょう。はい。というわけで、一番サビ部分、前半からいきます。まあ、一小節ずつ見ていきましょうか。まず一小節目です。クラッシュシンバル入れながら、ここですね、サビには、ハイハットオープンですね。ずっと左足、上げた状態にしておいてください。普段ね、左足を置いてますよね。これクローズドハイハット。これチッ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 ってことですね。ただサビの時はもう盛り上がってるので、この盛り上がりをね、曲に乗せるように左足も開けちゃってください。オープンの状態ですね。ハイハットオープンの状態でやります。まあこの譜面でいうところのあれですね。なんかこう、クローズドハイハットの上に丸ついてますよね。チョン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 って。これがハイハットオープンっていう意味なので、この丸を見かけたらですね、ハイハットを開けるんだなというのを知っておくといいかなと思います。まあ、サビの間はずっとこう、左足は開いてる状態になります。まず1カウント目で、クラッシュシンバル入れて、ワン、ツー、スリー、フォー。で、クラッシュシンバルが一発目に入るっていうところを上に除いては、まあ普通の8ビートですね。ドン、ダン、ドン、ドン、ダンって形です。こうですね。ワン、ツー、スリー、フォー。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い。ね、こんな感じです。まあ普通に最初シンバル入って、8ビート、ドン、ダン、ドン、ドン、ダン、ドン、ダン、ドン、ドン、ダン。という形ですね。で、次3小節目行きたいんですけど、3小節目が、今、1小節目、2小節目と、ドン、ダン、ドン、ドン、ダン。これ1小節。で、ドン、ダン、ドン、ドン、ダン、2回行きました。3小節目は、ドン、ドン、ダン、ドン、ドン、ダンと足が2回ずつ入ります。手を取り、そして離した未来。で、ここですね。ここの、ドン、ドン、ダン、ドン、ドン、ダッシャー。わかりますこれ。ワン、ツー、スリー、フォー、ダン。4カウント目の裏で、クラッシュシンバルと一緒に。ドーンと。ドンドンダン。ドンドンダン。シャー。こんな感じですね。手を取り、そして離した未来のために。っていう風に進んでいきます。この後ですね。手を取り、そして離した未来のために。はい。3小節目、4小節目は、ちょっとなんか難しいかもしれないんで、ゆっくり解説していきます。さっきやった通り、3小節目は、ドン、ドン、ダン、ドン、ドン、ダッシャーですね。で、この後4小節目が、シャン、ドン、ダン、ドン、ワン、ツー、ウー、っていう風に入ってきます。チート、ダート、シャート、ダートの方が、まあ、わかりやすいですよね。手を取り、そして離した未来のために。って感じで。これ、
ドン、ドンっていう風に足が裏、裏に入ってきます。ここ、まあちょっと難しいですね。で、ワン、ツーと、4小節目、ワン、ツーと、チュー、ハードってきたら、3拍目で、こんな感じです。3拍目で、フラッシュシンバルとスネアドラムもターン。で、ここ8分音符なので、ターン、ドン。ローリー、そして話した未来のために。こんな感じですね。で、4拍目。4拍目が、スネア、ハイタム、フロア、フロア、右、左、右。こういうフレーズになります。この3、4ちょっと難しいですね。3、4もう一回やってみます。手を取り、そして離した未来のために、ダンドゥ、ダンドゥ、ダンドゥ。こういう流れですね。というわけで、後半部分解説やっていきたいと思います。まあ、後半の最初の方は、前半部分と一緒ですね。夢が一つ叶うたび、僕は君に思うだろう。っていうので、この2小節、後半2小節目のところで、思うだろうのここで、シャーと一緒にクラッシュシンバルを行くって感じですね。僕は君にこうどんどん単車って感じですね。はい。これさっきと一緒ですね。前半部分の3小節目と同じ流れです。どんどん単車っていう流れになっております。で、食った後なんですけど、3小節目。強くなりたいとって感じで、ここ、ね、ドッドッタシャーッドッタンって来るので注意してください。ここね、1個音が抜けると急に難しくなるんですね。なので、この2小節目と3小節目は繋がりでしっかり覚えましょう。僕は君をどんどんタンシャーチードタン、どんどんタン。という感じでね。で、4小節目。強くなりたいと願い泣いたし、はい。願い泣いたで、またここでメロディーに乗っかってシンコペーション。ドーン、ダッシャーっていう風に食って、ドーン、ダッシャーすかさず右手でハイハット。で、ここからぐるぐると2打ずつ。ハイダム、ローダム、フロート。こんな感じですね。シャーッと回します。これが4小節目です。で、一番最後、5小節目は、2分音符、2分音符で、クラッシュ、クラッシュ。一緒に、バスドラム入れるのも忘れんでください。決意、お花向けに、っていう感じですね。煉獄さんっていうね、感じですね。はい。決意、お花向けにね、やっていきましょう。それでは最後にですね、本日やったリズムも全部まとめて、クリックに合わせて叩いてみたいと思います。では、行きまーす。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそして離した未来のために、夢が一つ叶うたび、僕は君に思うだろう、強くなりたいと願い泣いた、君お花向けに。まさか僕が歌うと思わなかったでしょ。ね、曲で流すと思ったでしょ。僕が歌うんですね、これ。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、そんなに難しくはないと思います。多分ね、慣れて、ちょっとまあ、ドラム叩いたことある方だったらそんなに難しくないんですけど、冒頭でも言った通りですね。食うべき場所。メロディに対して食うべき場所っていうところでしっかりシンバルを叩いて食ってあげましょう。そうじゃないと、ちょっとなんか、話した未来とか、ここですね。こんなとことか。僕は君思うだろうのこことかですね。こういうところで、一緒に、ボーンって、行くぞーってこう一緒にね、ボーンって、アンサンブルの方が行ってあげないと、ちょっとね、メロディーだけが先行して、間の抜けた感じになっちゃうので、そこはしっかりシンバルを合わせてあげるってとこを意識してください。というわけで今回の解説は以上となります。ありがとうございました。動画は最後までご覧いただき、ありがとうございます。今後もドラムに関するためになる情報を発信していきますので、もし興味を持たれた方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。
まあ、今回演奏した曲を含め、ピアスコアというサイトで楽譜の販売をしております。こちらの方は毎日更新しておりますので、もしよろしければそちらも覗いてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。